スイング軌道を劇的に変える。どういうことかというと、ヘッドが視野に入った状態でテイクバックする。これがポイントになります。どういうことかというと、ここでヘッドが見えるんですね。視野に入ったところにヘッドがある、ここがポイントです。そのためには左の脇腹を少し潰しながら、手元を内側、ヘッドを外に、このようなテイクバックをするとプレーンに乗るんですね。このテイクバックのところですね、ここで視野に今入っている状態ですね。クラブヘッドが視野に入っている状態、手はインサイドに入っていますけれども、ヘッドはまだ外にある状態、これがテイクバックのコツになります。このテイクバックがなかなかできないというかですね、はじめこのテイクバックが思いつかない方が多いんですね。どうしてもクラブをインサイドに入れてしまう。そこでヘッドが見えるゾーンと見えないゾーンに分けてみましょう。まあ、視野のゾーンというかね、視野に入るゾーンと入んないゾーンに分けてみます。これ視野に入ってるゾーンですね。この視野に入ってるゾーンから消えていく。ダウンスイングで視野から消える。このような、イメージ、リズムになります。今視野に入ってる状態ですね。切り返して視野から消える。この入れ替えがとても重要になってくると。ここが、非常に大切な部分。いきなり視野から消えるとダウンスイングで視野から入る。つまりアウトサイドになる。切り返しの瞬間に視野から消える。ここがインサイドから入れる、非常に重要な、ための作るポイントになってきます。少しイメージ的に言うと外にややアップライトなテイクバック。外に上がり切り返しで内側に入ってくる、いわゆるループスイングということになります。大体アウトサイドインがきつい方っていうのは非常にスタートでね、インサイドに引いてる方が、多いです。インサイドに入ってもですね、後半で必ず外に降りてくるんですね。このようなスタイルがどうしても抜けない。ですのでですね、アウトサイドインの方こそほど外にテイクバックする感覚っていうのが、非常に、まあ恐ろしいっていうかね、気持ち悪いんですけれども、やってほしい動きになるんですね。自分が思っている以上に外に上がるぐらいでこのようにプレーに乗ります。立体的に考えると少しイメージ的には外に上がるぐらいがちょうどテイクバックではオンプレーということになります。もう一度まとめ、この境界線ですね、境界線に対してヘッドが外、手元が内、テイクバックですね。で、切り返しで今度は手元が外、ヘッドが内、この逆の動きですね。ヘッドが外、手元が内、これが逆転、切り返しで逆転、このように入れ替わる。もう一度手元が内、ヘッドが外、それが逆転でヘッドが内、手元が外、この入れ替えをしていくことがスイング軌道を作る上で重要。テイクバックダウン、テイクバックダウンスイング、このように変わってきます。どうしてもスイング軌道に悩んでいるという方はテイクバックの方法を変えるだけで劇的に変わるということですね。ということで皆さん、ここのスイング軌道についての練習やってみてください。札幌のゴルフスクール原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、最新動画見逃したくない方はまずここをクリックしてチャンネル登録をしてください。そして次にこのベルマークをクリックすると最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜9時にお会いしましょう。